さあ今から皆さんにですねアンケートを出題いたしますよ。でですね僕たち3人が相談して、どちらがより多く投票されているか、どれが一番多く投票されているか、一番になるかをですね予想したいと思います、はい。見事予想が当たると1ポイント獲得でございます、今回このコーナーと後半のコーナーでですね合計15ポイント獲得することができると先ほど紹介しました一番くじ夏目友人帳開店あやかし雑貨店の A から相性をセットにしたものを皆さんに差し上げますということでございます、そしてですねこれをですね番組ご覧の皆さんから抽選で1名様1名様にプレゼントさせていただきますのでね番組見てくれてる皆さんのために我々頑張らなきゃいけないと、はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。さあやろうかね、はい、どんどんやるよ。じゃあアンケート最初いくよ、これだってされるならどっち1、うん、頭なでなで、うん、2壁ドン。よし、まず2択からいこうか。うん、これ流行りは壁ドンですわな。まあ最近 CM でもやってますからね。もう最近はもっと上行ってるらしいよ。マタドンってのがあるんです。マタドン聞きました、うん、聞きました。足ドンとかもあるんでしょ。らしいよ。足ドンってもうただのキックじゃんね。俺ね A 見たけどいじめでした、うん、そうだよね。しゃがんでる人の横に足ガンだからね。あれってひあそう、ね、マタドンじゃないですか。ま、なんだマタドンは相手の股の間にこうタイキックを決めるみたいなやつなんでしょ。こうタイキックドンって膝で行くのが、うん、膝のドフって言って、おい、みたいなやつでしょ。ねねね、こういうのの後の言葉も全然ないの。そういう艶やかな言葉出ないの。俺なんか好きだよみたいなやつでしょ。出ないのよ。こういうのすぐ出ないの。何年やってんですか、先輩。こういうのできないんだもん、俺は。こういうの苦手なのよ。ダメなの。うん、アンケート、あ、じゃあ振りしろって。してねえんだ。アンケート、じゃあ皆さん、投票ください。どうぞ。どうぞ。はい。はい、え、何よ、壁ドン、うん、やだよ、そんな恥ずかしい、もうやろってやれってじゃあ言ってください。じゃあ大阪じゃあ俺カメラやるから。いや、俺女いや、言っとくけど俺のカメラうまいっすから。じゃあ、いや、お前じゃあ大阪やろ、まず大阪がグローバルスタンダードだ、うちの番組の。じゃあ壁ドンやるよ。はい、キャッ、あ、これちょっと待って、まず、お前バカ、お前俺のキュートやるよ、お前今すげえいい、絵作りいいとこ今来てんだから、お前完全に今キャッて言ったからやってみようかなと思っちゃったんですよ。ちょっと待って、大阪まずスタンドイン、はい、スタンドインして、はい、待って、スタンドインね、まだいいよ、いいよ、これすごくいい絵になってきてる。 OK、 よし、行くぞ、行くぞ。木村良平は12歳の女の子。 12? 3歳じゃないっすか。じゃあ16歳の女の子、大阪は21歳の大学生。はい、この子のことを口説きたいですけど、はい、その女の子も気があります、大阪くんに。お、さあということで、用意、スタート。ちら、おい、俺についてくればいいもんいっぱい買ってあげるぜ。行くカン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 金の力は偉大だ。これ壁ドン行きそうだな。壁ドンこれね、壁ドン来るわ。あ、壁ドンいい。壁ドンすごい。お金欲しくなっちゃった。生まれて初めて後輩にドキッとした。え、おかしい、マジですか。ちょっと危ない。じゃあやっぱ壁ドンだろ。これ壁ドンでした。これ今実体験壁ドンでした。壁ドンでいきましょうか。お金欲しくなるから壁ドンやれば、はい、壁ドンにしよう。壁ドン、じゃあ行くよ。もうできてるのね、うん、はい、では我々が選んだ答えは、せーの、壁ドン。さあ来い。いや、間違いないでしょ。うわー、ナイスです。マジか。壁ドンされたことねえだろ。あ、まあそうかもしれないですね。されてたら壁ドンだ。頭なでなでなの。なんかあんまりその触られるのが嫌っていうイメージあるんですけど。え、でもこういうアンケートって基本さ、されてもいい人前提でしょ。なんなんさ、頭撫でられるの嫌っていうの、お前の世界観なんだ。いや、なんかさ、あんまり触られるのが嫌っていうことで。あ、そういうことか。なるほど、ね、壁ドンって触ってないじゃないですか。もうほんと自信なくしたわ、でも今のもう絶対1ポイントゲットだと思った。もうダメだね、俺たち。男力みたいな全然ねえんだぜ、ね、ちょっと女心ちゃんとさして。あ、そうだ、女性の方が女心ね、多分女性の方が多いね。次は来てるから。オッケーオッケーオッケー。なんかもう、はい、されるならどっち、また来たよ、はい、1、うん、後ろから牛、2、うん、お姫様抱っこだって、うん、でもアンケート先にやろ。そうですね、うん、投票、はい、投票してちょうだい。まだ準備できてない。できてる、どうぞ。後ろから牛、お姫様抱っこ、これね、ちょっとやっぱ女性リスナーが多いラジオ番組のやっぱメールで、お姫様抱っこされたら嬉しいんでしょっていう、あのノリがムカつくみたいなメールもらったんですよ。なるほど。じゃあちょっと
やってみよう。お姫様抱っこ。じゃあちょっと大阪俺を抱っこしてくれ。そうや。大阪俺を抱っこしてくれ。抱っこしてくれ。うん、じゃあ行くよ。はい。はい。わお。お気持ちは。超気持ちいい。超気持ちいい。お気持ちは。超気持ちいい。超つらい。すごい。今俺の気持ちは鳩屋のマグロか。鳩屋。すごいすごいすごい。伊藤に行くなら鳩屋。電話は良い風呂。はい、お姫様抱っこでした。いいね。あ、いいね。あれ、結構、はい、これいいよ。え、何よ。え、両平もやりたい？そうか？黙れ！じゃあちょっとやってくれよ。じゃあ俺牛だ。だからこうやっていて、こうやっていて、こうやっていて。なるほどね。ちょ、こいつでけんだよな。そうなんだ。お前縮尺変だもん、ちょっとカメラで合わせると。それは違う。縮尺まで。お前すげえでっけえもん、なんか。ベイビーフェイスのくせにでかいんですよ。そうだよ、まあ、いいや。お前でっかい。じゃあ後ろは牛ね。はい。はいはい、お疲れ。こっちだった。あカメラを意識したね。ああ、いいよ。いいよ、照明がね、もうテッカテカ当たってていいね、これ、うん、でもやっぱなんか、ね、俺下から行ってるから変な感じする。やっぱお姫様抱っこした方がいいんじゃない、うん、お願いします。いや、両平さん軽いから大丈夫。うん、よいしょ。いや、ちょっと待ってくれ、今両平は軽いからいいって俺が重いみたいな言い方するのやめてくれ。いや、翼は身長もそこそこあるから。いや、すごいよね、でもこんだけ連続して男をさ、いや、力だけはね、ちょっとこれ今ね、女性来てるでしょ、女性これ来てるよ。でもね、多分残念ながら今顔が、え、これってこういうコーナーだったっけ。知らねえ、俺もこんなコーナーだとは思ってねえ。あれ、体使う。これはどっちだい。そら半袖だわ。いや、これお姫様抱っこはちょっとファンタジックすぎるんだろ、きっと。これはね、牛です。だろ、さっきのも結局さ、はい、ファンタジックならダメなんだよ、はい、だから後ろから牛が正解だよ、これ。後ろから牛で、じゃあ行くぞ、はい、せーの、後ろから牛。これでダメなんだ。いや、これは間違いない。はい、圧倒的だな。分かってきたよ、俺たちは、まあ 91% 分かんなかった、まずいですよね。でもこの調子でやっていくともう大変なことになるから。大阪のもう手が上がらなくなってる。なんで俺ばっかりやる気だ。ちょっとあの15ポイント稼がなきゃいけないんだよ。そうだよ。じゃあ次行こう、次、はい、男性に怒られるならどの怒られ方。1、お兄ちゃんっぽく優しく、おでこをツンとされながら、しょうがない子猫ちゃんだ、今度から気をつけるんだぞ、うん、2、上から目線でごめんなさいだろ、うん、声が小さい。ほら、もう一度。あれ。3、クールな感じで。なんでこんなことになっちゃったのか。もう一度考えてみましょうか。ちょっと変えましょうよ。4、ワイルドな感じで。ワイルドだろ。あ、違う違う。書いてないっしょ。4、ワイルドな感じで。バカ野郎。そんなことしたら危ねえじゃねえか。お前にもしものことがあったら、バカ、なんでもねえよ。よし、これ4択です。いいんじゃないこれ、あ、うん、読み方以外も最高です、最高です。さあ、じゃあこの4択アンケートスタート。さあ、どうかなこれ、どうもどうも。でもなんかあんまりファンタジーっぽいものはダメって。お兄ちゃんっぽく優しさね。おでこつんはちょっと、でもセリフがダメじゃん、もう子猫ちゃんだとかさ、人出します。いや、そこです。猫じゃん、ね、そこじゃないです。乙女ゲーム的には非常に受けがいいですけどね、子猫ちゃん的なやつ、ね、ごめんなさいだろう、うん、声が小さい、俺もう一度、言い方なんだよな。なんかもう油切ってるもんね。ただの過ぎちゃう、言い方がね。でも最近の傾向で言うと、はい、こういうのダメなんですよ。なんかちょっとド S キャラみたいな、強そうだみたいなんで、この番組でなんかちょっとやると、はいはい、思ったりあかんやんな、なんか。そうですね。あ、そうですか。あかんね、あかんね。意外とね、あれダメなんだ。クールな感じ。なんでこんなことになっちゃったのか、もう一度考えてみましょうか。っていう。クールに読めやん。さあ、もう一度考えようみたいな。これなんかよくわかんないよ。いいの。この敬語がいいの。あ、そうですね、敬語ですね、羊っぽい、羊っぽい。もうちょっと冷たくてもいいのかもしれないですね、このクール感を出す。ワイルドはじゃあ何なの。これはね、これは完全にツンデレですよ。あ、そうかそうか、バカなんでもねえよか。そうです、ちょっと。いや、もう言っちゃってるからね、お前にもしものことがあったら、バカなんでもねえよって言うてる、最後までいいやみたいになるでしょ、これは。でも素直なツンデレですよ、これ。僕これです、僕これだと思います。4番目、やっぱツンデレ強いですよ、時代は。一度やってみろってさ。え、売り4番やっていいんですか。やっていいよ、はい、じゃあ
じゃあ大阪の顔映すから両方が喋って、で大阪はそれに合わせて動く、うん、俺たち声優だからアフレコしなきゃいけない。だから、はい、大阪はちゃんとそれ芝居してよ、はい、俺読むからね。行くぞ、はい、よーいスタート。バカ野郎そんなことしたい。違う、ちょっと待ってくれ。違う、逆、お前はバカ野郎って言う人間なんです。俺お前に当てるから、当てるから。行くぞ、フレスコだから頼むよ。よーいスタート。バカ野郎そんなことしたら危ねえじゃねえか。お前にもしものことがあったら、バカなんでもねえよ。最後まで、最後まで半沢直樹じゃないかお前、まあ、完璧だったと思うんですよ。いや俺は好きだよ。うん、うん、結構良かったんじゃないかな。うん、よしよし。さあさあ、あ、それでどうすんの。じゃあ、いや、じゃあそこまで言うのは4じゃないの。4でいいですか。僕も、僕ツンデレだと思いますね。4にしようか、はい、じゃあ4にしよう。1位が強いかな。じゃあもう数字でいくぞ。いくぞ、俺たちが選んだ答えは、せーの、 4! さあ来い。よー、やったー、すごい、お前すごいな。すげえ、俺絶対4ねえと思ったわ。本当ですか。お前、乙女だな、お前。乙女心が分かる声優、ちょっとこれ来たんですよ。すごいな、体張った甲斐があるな。いや、本当ですよ。もう今、腕プルプルですもん。そっちかよ。次行くよ。